6月7日とりあえずマニラに向かってそこから成田です <noise> 皆さんこんにちはえっ、ー、と2024年 6月7日の深夜です。あ、もう日付変わった。6月8日になっちゃった。今朝7日の朝ね、うちを朝5時ちょっと前に出たんですよ。で、成田に着いたのが日本時間でね、夜8時。だから、あの、まず最初にね、パラワンからマニュルに行くエアーアジアを、 8時ぐらいの便だったと思ったんだけど、それが時間変更になって、なんと6時発ってことでね、5時ちょっと前に家を出て、で、空港まで、りょうさんにね、バイクで送ってってもらって、で、まあ、マニラでは8時前に着いて、それからね、延々待つこと、何時間 ?6 時間かな。まあ、その間もね、いろいろ、あの、マニラ第一ターミナルのね、待合室というか、 チェックインカウンターの前のところでねいろんな方話しかけていただいて、ね、ありがとうございましたでチェックインして搭乗待合室に移ってから一人ねあの女性の方が「誠さんですよね」って話しかけてきていただきまして今搭乗待合口にいますけどマさんの奥様あの。 僕がねいるって言うんで奥さんが旦那さんに言ってくれて旦那さんが今ね寺子屋の方にねあのご寄付していただきましたありがとうございます <laughs>、はいありがとうございえいえいいえいやいやその方のね旦那さんが今日本にいるらしいんだけれども旦那さんがねいつも僕の動画見ていただいてるってことで一緒に写真撮りましてねそれをね旦那さんに送ったんですよねそしたらなんか たぶん、寺子屋の方のね、寄付っていうことでね、あの、寄付いただきまして、ごまさん、ありがとうございます。寺子屋の方でね、大事に使わせていただきます。で、それから飛行機に乗って、予定より国際線はね、早く着いたのかな。ジップエア、初めて乗ったんですよ。でね、登場待ち合室でもちょっと色々話してたってこともあって、飛行機の中でね、機内食、予約してなかったんですよね。 手ぶらで乗ってしまったら、水もなければね、食べ物もないえらいひも,ひもじい思いをして、で、離陸してちょっと経ったらね、あの、機内食と、ま、予約してた人に配るんですよね、食事を。隣の人とかね、美味しそうに食べてて、こっちは腹は減るわ、喉は乾くわ、乾くわね。しょうがないからもう腕組みして、もう寝るしかないですよね。で、やっと成田に着きまして、 で、税関抜けて出たところでね、すぐにこのお茶を買ってね、販売機で喉を潤して立腹してで、今日空港まであの、GoTo さん GoTo ピナちゃんってね、チャンネルやってる GoTo さんの弟さんが迎えに来ていただいててやっとやっと日本に着きましたパラワンをね、日本時間の6時に出たから14時間。 とんでもない時間のかかり方今日はね後藤さんの弟さんがね迎えに来てくれましたしかし静かだね日本ね <laughs> 車も静かなんだな で、で、帰りにね、もう腹ペコなんで、早速ね、あの、ブロンコビリーでね、ステーキを食べてきました。日本に着いて、<laughs> 空港から出ていきなりの食事ブロンコビリーのステーキ。いや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 、うまそう。これ何ステーキだっけリブロース。リブロースステーキ。いただきます。サラダバー食べたとこだけど。 な感じでね、結構うまかったですね。リブロースステーキをゴトさんの弟さんと一緒に食べてね、それからまあちょこっとコンビニで買い物をして、ゴトさん家に着いて。ただまあ誰もいないわけですよ。で、ゴトゥさんとゴトゥさんの奥さん、マリアさんとチャケちゃんは、今日から6月のん7日から上野でね、フィリピンエキスポをやっていて、まあ、そこでね、出店して、 チキンバーベキューをやってた,ったのかな <laughs> で、僕らが、えー、GoTo さんちに着いて、20分ぐらいしてからかなえー、ちゃちゃん、GoTo さん、マリアさんが帰ってきて、もうくたくたですよね、3人とも。朝早くからね、上野公園で頑張ってたんで、もうね、本当お疲れ様でした。で、今は僕をここ、いつもね、泊まらせてもらってる GoTo さんちの2階の和室にいますけれど、なんかもう、 泊まり慣れてしまって、いつもお世話になってるんで、ここでね、深夜こうやって、え、録画をしておりますけれども、まあ、本当といろいろある。で、今日はね、え、これでまあ寝るんですけど、明日はね、僕がちょっとまあ用事があって、いろいろと動いてってことでね、また弟さんにね、ちょっと都内まで送ってもらうんですけど、で、今ね、何やってたかっていうとね、新しいカメラなんですよ。あの、 <laughs> アクションカム。DJI のね、アクション3ってやつなんだけど、もう4が出てるんだけれども、3がね、だいぶ安くなってて。で、前ね、使ってた GoPro の7って、これね、マイマイさんからいただいてねあ、随分活躍してくれたんです。海にも飛び込んだしね、いろいろ使って、でそれが、 ま、バイクでも使ってね、激しく使ってたら、とうとう壊れてしまって、アクションカムがなくなってしまって、で、これをね、新たに変えました。で、また明日からね、これが活躍していくことですけれども、ね、やっぱりアクションカムってこうちっちゃくてね、どこでも持っていける気軽に撮影できるってうんで、これは、本当便利ですよね。これがね、 二万九千円くらいで買えたのかなで、これをね、あの、アマゾン通販で買って、GoTo さん家にね、配達しといてもらって、で、さっき開けて、いやー、こういうね、新しいものっていうのは難解ですね。なかなか大変、<laughs> 覚えるのが。ただね、今度はね、この DJI のいいところ、ワンタッチでね、このマグネットでカメラが脱着できるっていうんで、結構便利に使えるかな。うん またこれねガンガン使って2年ぐらい持ってくれればねいいなと思ってますけれどもまあちょっとカメラどうでもいいや明日もねまた GoTo さんちゃけちゃんマリアさんは朝ね早くからもう7時前からここを出ていくのかな上野の方にで僕はまた弟さんにね都内までちょっとその後で送ってもらってなんやかや動いて明日はねオフ会なんですよね。 えー、まあこれ公開になるのね、8日だろうから、あ、今日ですよね。今日の夜、うん、すごくね、楽しみにしております。んな感じでね、ちょっと今、ここ、布団も敷いて、これからゴロッとしてね、寝ようと思ってますけれども、えー、こんなね、一日でした。いや、だけど、家出てからね、成田着くまでが14時間で今までで最長じゃないかな。うん、なんたったのね。 あのエアアジアの時間変更が痛かったですよねで今朝はね暗いうちに5時前にうち出てきたんでうちの愛犬パオのね散歩もできずまあパオかわいそうにまあさっきねうちのマリアからパオの写真を送ってきてくれてまあもそもそと動いてるみたいですけどまだね今日はねやっぱり飯食わなかったみたいでね明日あたりから食ってくれればいいなと。 家を開けるとね、心配なのが、まあ、マリアは普段通りね、コロコロやってると思うんだけど、パオがね、やっぱり、飯食わなくなっちゃうというのがね、かわいそうでかわいそうで。まあでもそれはね、ちょっと頭から振り払って、えー、明日、明後日のね、8日、9日、土日のね、おフいを目いっぱい楽しみたいと思います。はい、えー。あ、もう12時15分になる。今日はこの辺でね、寝ます。えっ、ー、と、今日ですね。 公開になってる今日の夜オフ会楽しみにしてますみんなねいろんな方とねちょっと話してほしいよね僕も皆さんと話できるように動き回りますけど、えー、そんな感じの6月7日でした今日はこの辺で失礼しますおやすみなさい